皆さん、こんばんは。今日は2022年12月9日金曜日です。今日のテーマは中国以外の国はみんな正常となってきました。でも中国だけですね。コロナはこれからなんですよ。オープンとなってきましたが、感染者が増えて、そして薬がないんです。この3年間、中国政府のコロナ対策ですね。 ゼロ感染者施策実行されて多くの家庭ですね。大変でした。食料不足とか。あるいは通院はできなかったりとか。妊婦さんですら病院に、えー、出産はできなかったんですね。そして毎日 PCR 検査。1回の時もあれば、1日に2回、3回の時もあったんですよ。そして今年の4月、5月ですね。上海、大変でした。 これからゼロ感染者施策はなくなって、オープンになって、ウィズコロナとなってきます。しかし、現在、中国政府として、オープンとは言っていないんですよ。ウィズコロナとも言っていないんです。ゼロ感染者施策の内容を更新して修正したんです。これからですが、違う危機が起きてできますので、今までになかったですね。まあ、大国であり、 人口の規模は世界一ですよと、いつも自慢してきた国ですね。中国ですが、大規模な感染者が一気に増えることになりますので。中国政府は国民の安全、健康のためにゼロ感染者施策を実行したと主張しています。しかし現実では感染者はゼロになっていませんし、皆の財布ですね、と通帳がゼロとなってきました。 つまり、ゼロ感染者施策は失敗です。間違い施策を3年間も実行してきました。原因というのはコロナは消えないんです。with コロナというのは正しい選択肢なんです。人類が今まで発展してきました。ウイルスと戦って、まあ、処理したことはないんですよ。ウイルスは消えたりとか、うん、あんまりないんですね。 最終的に人類と一緒に共存することですね。例えばインフルエンザです。つまりこれから中国ですが他の国と同じ道を歩みます。つまりウィズコロナですね。ゼロ感染者施策は世界で多分中国だけ実行したでしょうと思います。中国以下の国はみんな成長となってきました。観光もできますし、 そして最近カタールのワールドカップも掲載されてみんなですね、マスクなしで楽しんでいたんですね。みんな成長となってきたんですが、でもみんな、えー、特に先進国の政府ですが自慢しないですね。なぜなら成長になったのは当たり前であって自慢する意味はないんですね。でも中国政府はですね、この3年間ずっと自慢してきました。 投資が閉鎖していても自慢していたんですよ。どうしてかと言いますと、先進国、民主的な国家にはですね、できないことを我々はできるから、そういうふうに言っていました。先進国ですね、あるいは普通の国のやり方ですが、透明度の高い放送、あるいはメディア、政府の要人ですね、専門家とか、そういう説明してきたんですよ。そして効果のあるワクチンですね。 できるだけみんなに抗体を持ってもらおうと。大事なのは薬ですね。感染されても薬はありますし、量もあります。切れることはないんですね。そして薬は有効であって、例えば重症にならない薬、あるいはその薬を飲んで楽になるとか、やはり効果はあります。そして、まあ、そういう薬を飲んでですね、やはり安心できますので、 楽になって、そういう怖いとかないんですね。そして、もっと大事なのは、医療施設のレベルアップ、つまり、ベッドの数をですね、増やすことです。コロナ患者さんで、まあ、例えば、出産できないことをないように、あるいは、人工透析とか、できないこともないようにしましょうと。他の病気で入院できないこともないようにしてきたんですね。まあ、日本はそれなんですが。 つまり病院はパンクしないことなんですよ。まあ、これは日本とかアメリカ、ヨーロッパとかシンガポールもそうですが、みんな少しずつ以上のことが全部できてきて、ウィズコロナにすることができました。まあ、当然ですが、中の、えー、国のばらつきもあるんですが、でも最終的にみんなピークを迎えて成長となってきました。しかしこの2、3年間ですが、中国政府は何もやっていないんですよ。 一つだけやったのはですね、ゼロ感染者施策です。中央政府から地方政府まで、すべての医療資源をですね、PCR 検査に投入しました。あるいは、都市を閉鎖しましたね。現在、ピーキーの情報ですが、この3年間ですね、やはり薬というのは自由に買えなかったんですよ。なので、家にはですね、そういった風邪薬とか腎痛剤とかはもうないんですよ。 しかし今ですね、急にウーポンとなって、感染者がやはり一気に増えてきて、薬がないんですね。ダウンチの政府ですが、先週ですね、一応高価な金額で売っていたんですよ。それでもですね、今はもうない状態ですね。まだ病院のレベルですね、3年の前ですね、のままです。ベッドの数も3年の前のままですね。そして薬もないんです。 つまり、これから中国は、あの、そういうコロナの時代ですが、4年目となってきますので、うん、そして現状では経済が悪化。社会がもうむちゃくちゃです。みんな生活ですね。できなくなってきました。それで抗議をして、中国政府はゼロ感染者政策の中身を修正して、オープンとなったんですよ。急にオープンとなって、今までにやらなかったことですね。 今はやりたくてもできないんですよ。例えば病院のベッドの数ですね、増やすことはできないんです。薬もそうです。現実に言いますと、まあ、中国人の抗体ですね、まあ、そういう体の抗体ですね、もったいないんですよ。今までですね、ずっと閉鎖してきましたので、まあ、これからは違う危機がですね、やはり起きるというふうに思います。中国政府はオープンにするのは良いことです。 ただし、オープンにする前、十分な準備はですね、なかったんですよ。少なくても、十分な有効な薬、やはり必要ですね。つまり、世界で、中国だけ、これから、本物のコロナの時代を迎えることになります。ゼロ感染者施策は終了しました。でも、違う形の危機ですね、起きますので。そして、こちらはですね、フィナンシャルタイムズはですね、 あるシンクタンクのことを報道しました。ウィグウェアキャピタル・アドバイザーっていうところですが、この会社はですね、あんまり初めて聞いたんですよ。ただし、フィナンシャル・タイムズに、あの、取材されて話をしましたので、やはり影響力はあるでしょうと思います。この会社は人工知能ですね。で、中国のウィズ・コロナの状況を予測しました。これからはどうなるでしょうかと。内容としては、 中国政府は軽く見ていると、他の国の政府はですね、ウィズコロナを実行する前、たくさんの努力、準備をしてきました。たくさんのお金も投入しました。その努力はですね、中国政府には見えていないです。中国政府は、オープンになる準備はしていないです。そして、人工知能の分析結果ですが、今年の冬、 そして来年の春にかけて、特に旧正月以降ですね、中国の感染者はかなり増えるでしょう。世界にはですね、なかったことが起きると。旧正月というのは一つの事件になるレベルです。まあ、中国の医療機構は、そういうシステムですね、医療体制は崩壊してしまう。そして約100万人ですね、あの、犠牲するというふうに予測しました。 11月末、オープンとなってくるとですね、中国の厚生省にある感染予防センターがある論文を発表しました。でもその後ですね、内容は削除されましたか論文を出されて、内容としてはですね、香港のデータを収集して分析しました。参考してしました。これから中国ですね、オープンとなって、今年の冬ですね、2.3億人一気に感染するんです。 そして200万人ですね。治療を受けることができません。薬がないなどの原因で、まあ、犠牲するというふうに予測しました。最後、台湾とシンガポールに、えー、見習うべきですよと、ワクチンとか PCR 検査はまあ完了、あるいは権力者の ATM にしていたんですね。今日の結果になる主な原因ですが、まあ、ワクチンの効果がないこと、そして 薬もないんです。まだ、現在ですね、中国には2種類の人はいると、まあ、国民はいるというふうに思いますが、一つはですね、この3年間、もうずっとですね、性能を受けてきました。毎日ですね、テレビ、中央テレビ、そういう新聞社もそうですが、宣伝していました。まあ、外国は大変ですよと。中国は世界一安全ですよと。 感染すると大変ですよと、怖いですよねと、毎日報道していました。もう一つはですね、オープンにしろよと、ウィズコロナにすべきですよと。ただしですね、このような人はいるんですが、でもですね、どういうふうに対応すればよいのか、まだ分かりません。つまり、心の準備がないんですよ。原因としてはですね、中国政府は未だに真実をですね、報道しないからなんですよ。 やはり真実を報道してしまうと、自分はですね、この3年間、ついてきた嘘がですね、ばれてしまうんですよ。しかしですね、今は、実はですね、もうバレてしまいました。ただしですね、それが本の一部の国民は認識したんです。そして、例えばですね、嘘はばれたとしても、認めないことが大事ですね。認めると、あやはり大変です。なので、認めませんと。 つまり真実は自分からは言わないんですよ。今でも嘘をついているのですが、例えば、ワールドカップの試合ですね、マスクないシーンをですね、すべてカットされました。そして、これはですね、アトランティックっていう雑誌ですね。あの、毎月ですね、出される雑誌ですが、この間ですね、あの、出される雑誌の内容にはですね、世界の専門家、まあ、20名以上の学者、専門家、先生を取材して、 やはり中国はですね、人口の大国であって、これからはどうなるでしょうかというふうに取材しました。テーマはですね、中国コロナの波はやってくるというテーマでした。これについて少し紹介したいと思います。やはり専門家の意見がですね、中には日本の先生いらっしゃいますので、やはり大事でしょうというふうに思います。中国の防波堤ですね、破壊の存在です。 ゼロ感染者施策は大幅に緩和し、PCR 検査も不要となった。中央人はこれから自由に行動できます。でも、避けることができないことは、大規模な感染者が一気に増えることです。そして、医療不足の関係で、多くの方は重症化となったり、最終的に犠牲になると。中継、甲州、深圳、北京などの大都会では、 感染者が今増えている状態です。みんな待っている、見ているよと、中国は With コロナはできるでしょうかそして、南アフリカのエイズ研究センターの英学者であるサリム先生です。現在予測ですが、もしも、しかし可能性がいっぱいです。もし中国政府は外国からワクチン、あるいは薬を受け入れる。 病院のペットの数も準備できると問題はないんです。感染者は急速に増えることを避けることはできません。そしてアリゾナ州大学ですね。アリゾナ大学の進化ウイルス学者であるマイケル先生ですが、彼は言いました。すぐです。中国のあらゆるところに感染者はいっぱいになる。コロナは消えることはないです。そういうふうに言っていました。そして エモリ大学の塩田佳代子先生。イエル大学感染症、疫学博士。そして WHO 統計コンサル担当。アメリカの CDC ですね。感染予防センターですが、疫学の研究担当です。本当に素晴らしい先生です。まあ2年前、3年前ですが、あのコロナの時代となってですね、私はこの先生、塩田先生のことをですね、結構引用していましたが。 まあ、この先生はですね、あの、言って言いました。中国はとてもとても悪い状態になるでしょう。香港よりひどいです。香港ではですね、人口の半分感染したと思われます。そして、急性に犠牲となったんです。中国政府はずっと都市の閉鎖と人の移動を管理してきました。多くの方は抗体をですね、持っていません。中国の ワクチン予防接種。最後の大規模の予防接種はですね、1年半以上経っているんですよ。効果は薄い。まだ2002年の SARS の時代を経験した中国の国民はですね、史上初の閉鎖3年間を経験しました。心も体も精神的にもですね、どんな状況になっているのか、これから観察が必要です。 原因としてはですね、3年間の閉鎖を実行する国はないんですよ。多くの国はですね、まあ、多くの人は、これが終わったよね、正常な生活に戻れると考えています。しかしですね、ウイルスが中国に定着すると簡単には消えません。その後、正常な生活に戻ることはありません、そういうふうにおっしゃっていました。なので、 この先生はですね、結構中国のことは、えー、注目されているでしょうと、そして詳しいことを、えー、しているでしょうというふうに思います。そして、言える大学研究、まあ、健康学の研究者、陳さん。この方は中国人ですね。なので中国の事情をよくしているというふうに思います。内容としてはですね、中国の医療機構はとても足りません。医療不足は昔からです。もう中国の文化ですが、 病気になって、都会の病院へ。これはですね、やはり中国の、まあ、以前の動画でも話をしましたが、いい病院はですね、都会にありますので。そして中国は、10万人ごとに3.65の ICU ベッドですね。まあ、重症、えー、治療床ですね。治療室ですが、ICU。3.65の ICU ベッドしかない計算です。田舎農村部、小さい都市にはですね、ICU ベッドがないんですよ。 と先生が言っていました。そして先生は予測しました。多くのお年寄りはですね、薬がない。あるいは病院、そういう、まあ、医療機関ですね、に行けないので、被害を受けると。すごい戸回しを言っているというふうに私は思いますが。そして先生は最後言いました。武漢を思い出すと。まあ、そうですね。3年前ですね。パンクしましたね。これはですね、 あの、専門家の予測ではあるんですが、私も動画でいっぱい話をしてきましたが、ただし、専門家の予測の発言はですね、やはり力はあるというふうに思います。まあ、専門家の予測いっぱいあるんですが、でも内容はですね、結果は同じです。今年の冬は厳しいですよ、と。そして、中国のネット社会で短い文章がですね、とても人気が出ていますので、まあ、誰のことを言ってるでしょうか、と。 みんなあえてですね、最終的に聞くんですよ。それは非常にですね、あの内容、ま、まあ、面白くないんですが、でも皆さんに、えー、話をしたいと思います。非常にですね、価値あるというふうに思いますが。内容としてはですね、牛を盗む奴を、えー、逮捕しました。裁判官は判決を出しました。三つの選択肢を選んでと言い渡しました、犯人に。一つ、合従会の、う、むちちの刑を与えると。 あの、ムチウチとはですね、お尻を叩くっていうことですね。棒で痛ですね。お尻を叩くっていうことですが、非常に痛いんですね、実は。50回ですよと。2、うんこですね。3キロ食べきることです。食べなさいと。3、銀ですね。50両罰金するよと。どちらかですね3、3つの選択肢あるんですが、どちらかですね、1つ選んでいいよと言い渡しました。そして、 この、まあ犯,罪まあ、犯罪者ですねあの、物を盗むやつですね、まあ、ケチですので、お金を出したくないんですね。やはり悪いやつですので。でもですね、ウンコを食べるのはですね、やはり気持ち悪いんですね。そうすると、50回のお尻を叩く、そういう刑を選択しました。しかしですね、叩いて叩いて、本当に痛いんですよ。30回目になってですね、もう無理ですと悲鳴を上げました。 もうやめてと。私は文庫を食べるからもうやめてと言いました。そうするとですね、3キロの文庫を渡されました。はい、どうぞ食べなさいと。しかし、2キロまでですね、食べたんですよ。なんとかを食べたんですよ。そこでまた無理となって、もう無理ですと。もう無理です。悲鳴を分けました。最後ですね、お尻は痛いし、そこの気持ちも悪いですし、そして銀50両の罰金を選択しました。お金を払いました。 つまりですね、最初ですね、銀50両の罰金を選択すればよかったのに、でもこのものを盗むやつですね、お尻を選んだんですが、自分の選択肢ではあるんですが、お尻は叩かれました。その後、うんこも食べましたし、最後ですね、あの罰金も支払いました。これはですね、この言葉だと言いますが、こういう短い話ですが、物語ですが、 真実の内容ですね。中身の内容は、3年間ですね。我々は、すべての苦を経験しました。国民の財布はですね、ぺたんこです。地方政府もお金がなくなってきました。経済もダメとなってきました。サービス業も崩壊です。飲食店も、今はですね、飲食店は営業できても厳しいです。そして街中ですね。あるいはテナントビルですね。もう空きがいっぱいです。 まあ、店舗のシャッターですね。降りていますので、シャッターですね。やはり営業はもう中止、もうできませんと。そして、外国からの注文はなくなっていると。最後ですね、我々は、with ロナのを選択しました。こんな空いっぱいしてですね、最初はいっぱい自慢したんですが、でも最終的に普通の先進国と同じような選択肢をしました。まあ彼はクズであり、アホであり、 知能がですね、頭の知能ですが、普通に低いだけではないんですよ。最高に低いんですね。対話の方はよく表現、あることを表現しますが、頭クンクリートと言います。どういう意味かと言いますと、頭の中にはですね、クンクリートを入っていると。まあ、この方はですね、お尻は叩かれます。まあ、習近平ですが。まウォンコも食べましたし、最後ですね、罰金を支払いました。まあ、彼とはですね、 あの習近平とは言いませんが、彼とは人民のリーダーです。まあ、元首ですね。こちらはですね、まあ私は、まあ、今日の写真なんですよ。本当にですね、30年前の中国かなというふうに思いました。でも、これは今日の話ですよ。散髪屋ですね、散髪屋。今ですね、今まではですね、まあ、中国の散髪屋、病院にいてもいいでしょうし、 まあ大体ですね、40元とか約1000円弱ぐらいします。あの、大体1000円ぐらいしますね。物価が高くなってきましたので、これは3年前ですね。しかしですね、そういう、あの、散髪屋の仕事、美容師ですね、大体出稼ぎ労働者の方が多いんですよ。そうするとですね、都会でそういうお店をやはり借りてですね、テナントを借りて、 そういう美容院ですね。やりますが、やはり家賃は高いんですね。なので、この3年間はずっと閉鎖ウープン、閉鎖ウープンを繰り返して、みんなですね、もう停滞しました。もう美容院はやりませんと書いたんですよ。なので、今はですね、そして街ではこのカット屋さんですね。あの、散髪するんですが、3元です。ここに書いてあります。3元ですね。3元とは約5、60円ぐらいですね。これは、やはり安いんですね。 高い値段は取りたくても取れないんですね。お金がないんですよ。これが今の中国の状態です。街のテナントは本当にもうシャッター降りてますので。そして今年ですね。まあ別に今年だけでは,書いてはないんですが、これは国によって、まあ、今年ですね、えー、流行り言葉っていうのがありますので、まあ、日本にもあるんですが、中国2022年、 流行り言葉、これにしましょうとネットではあるんですよ。なので、これを皆さんに、えー、報告したいと思います。中国の2022年、流行り言葉ですね。こちらは、えー、愚行遺産ですね。愚行遺産。愚行遺産はですね、この愚行この文字はですね、アホということなんですよ。自分の家の前にですね、山があるんですよ。毎日ですね、山を越えて、あの、農業をしに行くんですね。しかし、この山は邪魔です。 そうするとですね、山をですね、あの、引っ越しさせようとするんですよ。大きな山です、なのに、でも毎日ですね、山を、まあ、あの、そうですね、破壊して、少しずつですね、石をですね、他の地域に持っていくんですよ。それをずっとやっていくんですね。最終的に農業を放棄しました。この山だけ力を入れていたんですね。まあ、最後はですね、食べ物がなくなりました。もう、これがね、あの、良くないですね。 こちらはですね、あの、コアフジュイジュと言いますが、これはですね、この方はすごいいい体しています。体も元気ですね。しかし、彼は好奇心があって、太陽はどんなものでしょうか太陽に向かって走るんですよ。毎日走るんですね。走って走って、最後は、えー、水がなくてですね。ね、大変です。こちらはですね、精鋭展開です。まこれはですね、あの、鳥居さんですね。 この海をですね、埋めようとしたんですよ。少しずつ、あの、石を海に投げるんですね。最終的にこの海を陸にすると。しかし、できません。まあ、これはですね、無謀ということですね。つまり、勝ち越い人はこのことをしないんです。そして、最後ですね、ゼロ感染者政策。これは、2022年、入り言葉にしようと決めたんです。まあ、一生ネットでの話ですが、まあ、これが中国の今の状況ですね。 習近平は完全にですね、もう頭のレベルですね、くれてばくるでしょうというふうに思いますが。まあ大体ですね、中国の指導者ですね、そういう独裁者ですが、計画的に何かをやるというのは苦手なんですよ。なので、思いつきでやるんですよね。そして、その思いついたことをですね、もし間違ってしまうと絶対認めないんですよ。なので、嘘で嘘をかばうみたいな感じですね。ずっとやっていくんですね。 最終的に、あの、損すると、っていうことですが。まだこれについて話をしたいと思いますが。中国はこれからは本当に大変だというふうに思いますが。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。